こんにちは。今回は大阪上本町駅に行ったらイベントをしていたので撮影しました。89番ホームに観光列車の集いが止まっています。集いおしゃれ。大阪上本町駅での撮影は今回が初めてですね。観光列車集いでマルシェがオープン。三重県の特産品を大阪上本町駅構内で停車中の列車内にて販売する列車マルシェを開催します。今回は旅行しているような気分で買い物を楽しんでいただくため、主に三重県で運行している観光列車つどいを使用します。開催日は10月9日土曜日、10日日の各日11時から15時まで。近鉄ホームページより。再び前方へ。集いおしゃれですよね。今回初めて見ました。現在、風の遊び場では遊べないそうです。集い、かぐや姉者シリーズ21が並んでる。ちなみにマルシェとはフランス語で市場を意味する言葉だそうです。運転席を覗いてみました。すごい真っ青ですね。運転席だけリニューアルされていないのでしょうか。集いは2013年に登場し、2018年にこの色にリニューアルしたそうです。2013年に登場したので形式も2013系に変更されたのでしょうか。話はそれましたが、マルシェでは三重県各地の名産品やお土産品が売ってました。明日もあるので大阪上本町駅に立ち寄った際はぜひご覧ください。集いの出発シーンを撮影したはずなのですが、バグって見れません。すいません。動画を復元できたらまた別に投稿したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。